テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバー。みんなはサンタクロースにまつわるこんな噂を知ってるネバか？これはサンタさんが二人いたと言われる怖いお話ネバよ。その昔、サンタクロースは二人いたネバ。それは全身真っ白い衣装のサンタさんと全身真っ黒い衣装のサンタさんだったネバ。白いサンタさんは子供たちからも愛され、とっても優しかったネバ。しかし、黒いサンタさんはいつも子供たちをいじめていたネバね。白いサンタさんは毎日のように黒いサンタさんを注意していたネバ。それでも黒いサンタさんは白いサンタさんがいないとこっそりと悪いことをしていたネバ。ある日、いつものように黒いサンタさんが子供をいじめていると、偶然その様子を白いサンタさんが見つけてしまったネバ。白いサンタさんはすぐに黒いサンタさんを叱ったネバ。黒いサンタさんは全く悪びれることもなく、逆に白いサンタさんを逆恨みしていたネバ。すると、次の瞬間ネバ。白いサンタさんは隠していた刃物で黒いサンタさんを刺してしまったネバ。返り血を浴びた白いサンタさんの衣装は真っ赤になっていたネバ。真っ赤な衣装のサンタさん、これはいいサンタさんなのか悪いサンタさんなのか、信じるも信じないもあなた次第です。してねばー。